そうや、相方4キロ挟むつもりが5時40分に並んどったので、こっちで入れるの忘れてましたね。なんで一旦ね、ちょっと非公開にして、さっき見合った、今ね、ちょっとやってましたけど、喋らずにやってましたね。そう、あんな感じでコミュニティ専用の動画、限定動画を作ったりとか、非公開にするっていうような設定にすることもできます。まあ、公開の場合は、ライブ配信公開であったり、ですね、一般的な公開だったり、その、10分までのタイマー予約とかもできます。まあ、プレミア会員の場合ですけどね、ということですね。さあ、お、もうできる。公開だと早いな。で、忘れん。で、この40で54番入れておきましょう。時間が経過しました。一応投稿数としては、2時間ですが120分で、19本投稿できてる計算かな。まあですね、まあ10分に1本と8分タクトぐらいできてるのか、うん、ということでございますね。まあつまり結構動画によってやっぱ長さによってね、だいぶ大きく左右されるみたいですね。まあ30分とか短いとやったらほんとすぐ終わりますし、まあうち基本10分以内ですけど、昔なんでね、結構古いの引っ張ってきてるんで、ものによっては30分近くね、あるやつもあるんで、ちょっとそのあたりで、かなり、動画の、このね、ちょっと休み時間っていうのもだいぶ、動画によって変わってきそうですね。よし。ちょっと長い動画のところは多分ちょっと長めに休むと思うんで、そういったところでね、休みにやっていこうと思います。もうちょっとでもね、投稿しかないといけませんからね。あとそうですね、普段投稿してる時と違って、その投稿してる模様で、ね、撮ってるんで、あの音楽聴いたり流したりとかね、できないのはね、地味にきついですね。エアポートみたいなね、やつね、撮っときゃよかったっすね。まあまあしんどいな。ちなみにあれですね、西の、予約してあった動画が公開になったんで、一応空きはできましたけど、この空きは使わずに、ね、もうどんどん、エンコード的次第投稿していきたいと思います。あ、こんな感じでね、ちなみに実際の画面は、ちょっと確認しようかな。こんな感じでシリーズのやつが出てくるんで、そのシリーズでね、こんな感じで、前と次とっていう感じで選べるようになります。今、これが最新で公開されてるんで、次が出てきてないですけど、前の上と押していただけるかな。こんな感じで次とか、これでね、これでね、順番に見れますよってなってるんでね、この辺りがね、うちの動画投稿のスタイルと非常に相性はいいですね、ニコ動さんは。自分の動画だったら多少音張り込んでも大丈夫ですからね。よし。ドジ文字でね、やってたからですね。そう。ただあれですね、今白テロップね、うちも使ってますけど、コメントが基本白コメになるんで、被っちゃうんで、色コメに書いた方がいいかもしれませんね。ちょっとそんなタイとかはね。まあその方がいいだろうな。フォント向いてるんでね、うちの、使ってる文字とね。
できるようになってますね。おそらくこの24時間耐久、一番の猫は私のお腹の具合でしょうね。今2時半ですけど、すでに2回台行ってますもんね。こんな感じでちょっとかあパッと思いついた時もね、書いたりもしますよ。猫どんなら南向きネタ拾ってくれる人も多いでしょう。モニターがまぶしすぎて見れないんで、ちょっとバックライトを消しますね。さあ、3時間が経過しました。出してなかったからこれ出さないとダメなんだね。3時間経過です。いや、しんどいね。ずっとね、画面とにらめっこですからね。こう4、5分しかね、あの休みのタイミングが来ないので、なかなかしんどいですね、これ、で間違えてね、あの重複してあげたりとかね、してもいけませんのでね、その辺りもちょっと気を使いながら、まだね、集中力あるんでいいんですけど、これ集中力なくなってきて、途中からね、多分ダウンロード、多分しないといけなくなりますね。今3時間で、3時間で30本上げれてるのかな ?29 本か。29本上げてるみたいなんで。そうすると180分で29分ですから、まあ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 いいペースで来てますね。この後ね、ちょっと短い2、3分の動画はちょっと続くので、ね、ここはもう全く息継ぐ暇なしでしょうね。エンコード設定とか、エンコード中にいろいろと文字入力とかテキストの確認とかしておったら、もう多分エンコード終わってくらいの勢いでいくんじゃないかなと思うんでね、とここのところ頑張っていこうと思います。まあ、早い。